リスボンで歌うファド歌手デボラ・ロドリゲス。ファド。ファドはポルトガルに生まれた民族歌謡。ファドとは運命または宿命を意味し、このような意味の言葉で自分たちの民族歌謡を表すのは珍しい。1820年代に生まれ、19世紀中頃にリスボンのマリア・セベイラの歌によって現在の地位を得た。イタリアにカンツォーネ、フランスにシャンソン、 アルゼンチンにタンゴ、ブラジルにサンバがあるように、ポルトガルにはファドがある。主にカーザでファドと呼ばれるレストランなどで歌われる大衆歌謡で、主にポルトガルギターと現地ではビオラと呼ばれるクラシックギターが加わる場合もあるで伴奏される。日本ではファドは女性が歌うものとの認識が強いようだが、実際には性別に関係なく歌われる。また、 ファドは暗く悲しいものだという誤解を持って紹介されることも多いが、我が街を賛美したり、街の噂話などを題材とした陽気なファドも数多くある。ちなみに、大公開時代に帰らぬ船乗りたちを待つ、女たちの歌という起源説は、1974年まで続いた独裁政権の文化政策の中で作られた、でっち上げである。アマリア・ロドリゲスが国民的歌手として、 国内外で知られ、その人気は死後も衰える兆しを見せない。首都リスボンと中北部の中心都市、コインブラでそれぞれ独特のファドが育まれ、コインブラのそれはコインブラ大学の学生たちのセレナーデとして存在している。日本でよく語られるリスボンのファドは暗く、コインブラのファドは明るいという説も大きな誤解である。2011年には、 ユネスコの人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に記載された女性歌手男性歌手、ありがとうございます。